皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は皆様にお伝えしなければいけないことがございます。私土井パフォーマンス、ドイツに行ってまいります。まあ、正しくは僕だけじゃなくって、まあ、スタッフ5名でドイツの方に行ってまいります。まあ、一番の目的はブラバスの発表会なんですけれども、今回どんなところを回ってどんなところを見てきて、まあ、どんなものが見れそうかっていう話を少しさせていただきたいと思います。でまず行ってくる場所としては、まあ、うちの取引先がメインになってくると思うんですけれども、一番最初に回る予定としてはテックアート、こちらに行ってまいります。まあ、ドイツに行くたんびにテックアートに関しては、まあ、訪問させていただいてるんで、まあ、いつも通りっていう感じだと思うんですけれども、最近また新しいコンプリートカーが発表されて、皆さんも見ましたか？モノクロームっていう、また GT ストリート R の違うバージョン、こちらが発表されたんで、もしかしたら車があるんじゃないかなと思いますんで、もしその辺が見れたらしっかりバッチリ撮っていきたいと思います。まだモノクロームチェックしてないよっていう方はぜひチェックしてみてください。確かあれもかなり台数が少ない限定車なんで、でもちろん日本からオーダー入れることもできますし、あとテックアートのコンプリートカーのいいところっていうのは、あくまでそのパッケージの販売なんで、ベースカーに関しては問いません。なので例えば日本仕様のポルシェをベースにコンプリートにすることもできますんで、まあ、なかなか平行車で左ハンドルで表示も英語表示だったりすると乗りづらかったりとかするじゃないですか。なんでその辺がその国の仕様に合わせたコンプリートカーが作れるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。というわけで気になる方はぜひ詳しくなるべく撮っていきたいと思いますんで、その辺もチェックしてみてください。そして一応その後訪問する予定としては、僕も皆さんも大好きマンソリーに今年も行ってくる予定でございます。でマンソリーはもうドイツの西側の結構離れたところなんで、メインで行動するところからだいたい3時間とか4時間、要はシュトゥットガルトとかデュッセルドルフとかから行くとかなり遠くて、もう本当にすごいのどかな農村地帯なのかな、もうとにかくここでこの車がっていうところで結構車作ってたりするんですけど、そこに今回も行ってまいります。でマンソリーも今年かなりいろんな車が出ましたよね。皆さんチェックしましたか？結構インパクトの強かったものといえばベナタスクーペですね。ウルスを2ドア化して内装外装全部やり直した車だったりだとか、あとはゲレンデの先代になるのかな、 463A、 今465が出ちゃったんで 463A になりますけど、あれの逆開きだったりだとか、あとあれのクーペも確か出ましたよね。で実はあの辺って前回僕らがマンソリー行かせていただいた時に工場の中に入ってたんですよ。で制作中だったんですけれども、さすがにちょっとそれは撮影不可ということで撮影できないかったんですけども、その直後に出てきたりだとかした車になるんで、まあ、その辺ももし撮れれば撮っていきたいと思います。であとはやっぱり一番の注目としては、つい最近マンソリーの方から発表された465ですね。一番新しい G63、 こちらのコンプリートカーが2台発表になったんですけども、もしかしたらそれも現地にあるかもしれないので、その辺もできたら撮っていきたいと思います。であとは前回行った時にあんまり行った裏話っていうのはできなかったんですけど、結構動画で撮れなかったりしたとことか、まあ、年末のまとめで少し喋ったりはしたんですけど、まあその辺もあるんで、まあ、今回もおそらくそういうとこあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、戻ってきた時にまたその辺の話ができたらいいかななんて思います。というわけでマンソリーは結構見どころのある車種がおそらくいろいろ取れるんじゃないかなとは思いますんで、まあぜひその辺も楽しみにしていただけるといいんじゃないかなと思います。あと一番のメインとしてはブラバスのシグネチャーナイトに今年も行ってまいります。まあ、シグネチャーナイト何それっていう方もおそらくいらっしゃると思うんですけど、ここ最近1年に1回開催しているブラバスの発表会ですね。世界中からディーラーって言って、その販売店の人たちだったりだとか、あとブラバスの直の VIP のお客さんなんかをこう招待して、まあ、去年もだいたい200人とか300人ぐらいいたんじゃないかな、はい、そのぐらいを招待して、まあ、ファッションショー形式で新しいものを発表するっていうイベントになります。なのでそこで来年一押しの車が出てきたりだとか、もう一番の注目はこちらもやっぱり465ですね。G63 が新しくなったということで、おそらくその辺のパーツが出てくるんじゃないかなと思います。ただブラバスの発表会シグネチャーナイトといえばサプライズがこれつきものなんで、前回もう全く聞いてなかった新車種が追加されたりだとか、まあ、前回で言うとレンジローバーだったりとか、まあ、あと SL のブッシュマンエディション、あとはポルシェの 900R だったりとか、あの辺は僕らも事前情報なしでいきなり発表されたんで、もう当日現地で相当びっくりしたという
あの記憶があります。というわけでおそらく今年もそういったものがあるんじゃないかなと思います。そして発表会といえば車だけじゃなくてですね、例えば KTM とコラボしたバイクだったりだとか、まあ、あとは去年もその前もあったあのパネライとのコラボ、パネライでブラバスモデルがあるんですけど、それの新作の発表だったりだとか、まあ、あとはブラバスだと最近アパレルにも結構力を入れてて、実は今の社長のコンスタンティン・ブッシュマンさんの妹さんからがやってるんですけど、まあ、その辺のアパレルの新作の発表なんかがあります。で結構アパレルも車つながりのアパレルってカジュアルなものが結構多いと思うんですけど、割とフォーマルって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、割とこう普段着れるようなものなんかも結構ラインナップしてたりだとか、あとはマリンもやってるんで、ブラバスだとボートの方もやってるんで、あ、そっか、ボートも新しい発表になるかもしれないですね。であとはその辺の関係のマリングッズのもしかしたら発表になるんじゃないかなと思います。というわけでその辺も楽しみにしていただけるといいんじゃないかなと思います。そしてですね、今回そのシグネチャーナイトだけじゃなくて、それ終わった後にも少しちょっとドイツ延長して滞在する予定でございます。でそこで何をするかっていうと、まあ、他のドイツのストリートの様子だったりだとか、まあ、あとはいつも通りその博物関係、まあ、あとは車 の, その取り扱ってる施設なんかもそうですし、毎年訪問している国際平和村ですね、この辺りに関しては話すとすごく長くなると思うんですけど、あの過去の動画があるんでぜひ気になる方見ていただきたいんですけれども、まあ、いろんな事情で、まあ、世界中から治療が受けられない子どもたちがそのドイツの施設で、まあ、共同生活をしているっていうところ、あのボンドグループ、あの非常に長くお付き合いさせていただいているんで、今回も訪問する予定でございます。であとはそうなんです、一番 の, その延長する目的としてはブラバスの工場見学、これをめちゃくちゃ久しぶりにさせていただけることになりました。で大体イベントとかだとやっぱりこう世界中からディーラーだったり販売店が集まるんで、まあ、全部が全部工場を見せるっていうわけにはやっぱりいかないみたいなんですよね。ただ今回相当無理を言ってお願いして、あのなんと見せていただけることになりました。で僕も何年前だろうな、5年前6年前ぐらいにあの初めて訪問させていただいて、まあ、その時にあの撮影も一緒にさせていただいたぶりなので、まあ、何回かその後も行ってるんですけど、工場の中も非常にいろんなものが入れ替わってたりだとか、もちろん車も入れ替わってますし、まあ、設備も新しいものが入ってたりもすると思いますんで、まあ、その辺も2024年バージョンとして新しくブラバスの工場見学をお伝えしたいと思います。まあ、ぜひねこれも以前 の, その工場見学、これも結構びっくり内容なんですけど、まあ、それもまだ見てないよっていう方は動画の概要欄にリンク貼っときますんで見ていただけるといいんじゃないかなと思います。なんでおそらく全然ブラバスのこと知らないよっていう方だと、エアロメーカーでしょみたいな感じだと結構衝撃の内容だと思うんですよね。でそれを最新版で、まあ、大体日本語でこんなポンコツが言って紹介してる動画は多分おそらく他にないと思うんで、まあ、ぜひその辺も見ていただきたいなと思っております。さあというわけで今回は簡単だったんですけれども、来週から行ってくるドイツの予定を少しお話しさせていただきました。まあもちろんその単体でも見ていただける内容にはなってるんですけども、過去の動画概要欄に貼っておきますんで、その辺と見比べていただいたりだとかしていただけるともっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ過去の動画も見返してみてください。あ、そうだ、そしてですね SNS、 あのやっぱり YouTube の動画は編集がありますんで、あの若干ラグがあります。帰国してから、まあ、ファイル整理して編集してアップなんで若干ラグがあるので、ぜひ SNS まだチェックしてないよ、登録してないよ、フォローしてないよって方は SNS ぜひ見てください。インスタグラム、 X、まあ、あと最近だと TikTok もやってます。 TikTok はやっぱ編集あるんで少し時間かかりますけど、 X と、あとインスタグラム、こちらに関してはかなりリアルタイムでドイツの状況をアップする予定なので、ぜひあのフォローして、フォローしないで見ちゃダメですよ、はい、ちゃんとフォローをしてぜひチェックしてみてください。特にインスタのストーリーと、まあ、X ですね、そうですね、その2つはあのかなりいろんなものが、そして動画に乗らないものもいろいろ多分アップされると思いますので、ぜひフォローしてチェックしてみてください。ボンドチャンネルのチャンネル登録、あの年末までに10万人っていういろんな謎のプレッシャーというかありますんで、チャンネル登録しないで見るなんて方はいらっしゃらないと思うんですけど、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もしていただいて、まあ、できれば通知もオンにして、あの高評価、まあ、低評価でもいいです。あの何かしらアクションしていただけるともっと喜びます。でコメントなんかいただいたらもう喜んじゃいます。というわけでぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。